OK、 次行ってみよう。このストバンダゲーム、よし、宇宙の帝王フリーザに絶対の忠誠を誓ったザーボン。だがドラゴンボールの存在が彼の秘めたる欲望を増幅させる。かつて考えもしなかったフリーザの恐怖支配からの脱却、そして己の美しき肉体を永遠のものとする夢、美の追求に際限はない。それがザーボンの運命を変える。シャッシャッ、ゴハンとクリリンの思わぬ反撃に手こずるドドリアのもとに。ドドリア、ゴミども相手に何を手こずっている。だがよ、こいつら思った以上に。貴様ら地球人、ここへ何しに。誰がお前なんかに。こうなったらやるぞ、ゴハン。よーい、はじめ。これで終わりにしましょう。やっと出番か。ファイト。ハンド。こちら。シャッ。何？これで終わりだ。死ぬ覚悟はできたか。やっ、これで終わりにしましょう。ザーボンとドドリアの2人が相手では、クリリンと2人は捕らえられ、厳しい陣。おい、ハゲ頭、ベジータはどこだ。きそ、それは素直に吐かねえと坊主がもっと痛い目に遭う。分かったよ、探ってみる。こうしてクリリンの気を探知する能力を利用し、ザーボン、なぜここが残念だったな、ベジータ。地球人のおかげで先手を取ることができた。
観念しやがれ、猿野郎め。貴様ら、いつまでもフリーザの言うなりか。ドラゴンボールさえあれば、貴様ら雑魚でも天下が取れるってのによ。俺たちが？えい、黙れ。やるぞ、ドトリア。バカなやつ。でもよ、確かにドラゴンボールがありゃ俺たちが支配者になれる。永遠の命、永遠。ああ、どうしたザーボン。いや、引き続きドラゴンボールの捜索を行う。行くぞドトリア。ザーボン、これで全てのドラゴンボールが集まっ。ドドリア、悪いがお前にはここで死んでもらう。ああ、なんだ。永遠の美しさを手に入れるんだ。てめえまさか。よーい、はじめ。これで終わりにしましょう。
カーシャン。やっ。出るなよ。これで終わりにしましょう。なんてやつだ。これでフリーザの持つドラゴンボールを合わせれば7つ永遠の若さは私のこの美しい顔が。どうするんだよお前。お前じゃフリーザには。そろそろ奴らが動き出す頃だ。その混乱に乗じて。何？兄クーラが？この…はい。どうやら密通者からドラゴンボールのことを知り、フリーザ様に謀反の動きありと。おのれ、不老不死は誰にも渡しませんよ。こうなれば戦う。フリーザ様、クーラ様がお呼びです。直ちに出頭するよ。私の邪魔はさせませんよ。はっ。よーい、はじめ。これで終わりにしましょう。フリーザ様、これからいかがいたしましょう。クーラと戦うには戦力が必要です。直ちに銀を。はっ。てやっ。お前はサウサー。ザーボン、クーラ様が送られた兵が戻らんが、フリーザ様が始末なされた。私はクーラ様におさ。ザーボン、おのれフリーザめ、裏切り者の私を始末。なんだと。やはりフリーザ様の裏切りは。you
これで終わりにしましょう。これで終わりにしましょう。サウザー、フリーザはクーラ様と戦うつもりだ。わかった。だがお前はどうする？私はフリーザの動向を探り、動きがあり次第だ。じゃねえか。喋るな、生物め。私のなんだと。だがどうやら貴様一匹のようだな。なんだってんだよ。よーい、始め。これで終わりにしましょう。てめえドドリアという貴様といい、果てしなく醜すぎる生き物だ。フリーザ様、私より美しいものは許せんが、醜いものも許せん。
我ながら素晴らしい作戦だ。運命は。よっ！すまない、みんな。けど、なんとかしてみせる。おお、やったのか、ついに。よかったな、ザーモン。それじゃ、あとは頑張れよ。やってくれましたね、ザーボンさん。フリーザ。よーい、はじめ。手を噛まれるとはこのことですよ。まさかこんなゴミに出し抜かれるとは。だが私は死なんぞ。ふっ、愚かな。貴様の存在ごと消滅させれば、あれはあの地球人が言っていた孫悟空という。奴らならもうここにはいない。よくわかんねえけど、あいつがフリーザっちゅう割りもんだな。そうだ。私と共に戦って。またゴミが増えた。まったく。Yeah!
本気でやらしてもらうぞ。強えなこいつ。実力の半分以上も出してねえぞ。何？本当か？やりますね地球人。ではこのフリーザ様の、ついに出たか。雑魚は後回しだ。逃げられると思うなよ。とんでもねえ木がゴロゴロしてやがる。孫悟空、お前の乗ってきた宇宙船でこの、ああそうすしかねえか。ザーボンは悟空を始末し宇宙船でナメック星か。そうはさせねえぞ。てめえ、なんとドドリアとグルドは生きていた。よら、汚らしい。今度こそ二人を始末したザーボン。おい、
早く脱出しねえと。次の瞬間、突然悟空は姿を消した。そう、どこだ孫悟空の、なんという衝撃。ナメック星はフリーザ軍とクーラ軍の激突。ザーボンは悟空が乗ってきた宇宙船に乗り込み、どうやって動かすのだ、動け。こうしてナメック星は崩壊した。暗い宇宙の闇の中、美しき光を放ち、これは美に見入られた愚か者のもしもの世界の物語である。お、どうだ、フラット、仲間たちの激闘が、それじゃシナリオを選んでくれ。